フリードリヒ・オーゼフ・ルートビヒ・カール・アウグーストは、ヘッセン・ホンブルク・砲白。オーストリアの軍人として活躍した。ヘッセン・ホンブルク・砲白・フリードリヒ5世と、その妻のルートビヒ9世と、夫人ヘンリエッテ・カロリーネの娘であるカロリーネとの間に生まれた長男である。ホンブルクに生まれ、弟のルートビヒと共に、宗教的で人文主義的な精神に基づく教育を受けて育つ。 原府で学んだ後、オーストリア軍に入隊し、フリッツと呼ばれる。すでに9歳の時に、ロシア軍不評隊員に任じられていたが、実際に任務に就くことはなかった。もっともフリードリヒは、紅白フリードリヒ三世とその子らによって、ロシア皇帝の宮廷でも通用するほどの十分な教育を受けていた。フリードリヒは、不評連隊、フォン、シュタインの隊員として軍務に就いた。 ブラバントにおける反乱を鎮圧し、またトルコ戦争において、ロシア軍を支援した。カラファトの戦いで、オーストリア軍が勝利した際には、トスカーナ景気兵隊の戦闘に立って敵陣に突撃し、その先行によって、マリア・テレジア騎士十字章を授与された上、1790年12月19日には、景気兵少佐に任じられている。1792年には、 バイエルンの強行騎兵連隊、ホーエンツオーレルンヘッヒンゲンの中佐として第一次、大仏大同盟戦争に参加し、1794年に大佐に昇進した。その後フリードリヒは、1797年まで、ガリツヤのモデナ系騎兵隊の指揮官を務めた。1796年には、オーバーライン軍の連隊も指揮したが、ドナウカ藩のノイブルクの戦いで負傷する。 ナポレオン戦争時には、大胆な騎兵隊長と称され、急速に昇進した。カール大公式下の少々及び、騎兵旅団長として、シュバーベンにいた際には、シュトクアッハの戦いに参加。1803年、フリードリヒは、第4軽騎兵連隊、ヘッセン・ホンブルク大使の司令官となる。第三次大仏大同盟戦争時の1805年には、中将に任じられ、 ウルム戦域では司令官のマック中将指揮下の師団長としてエルヒンゲンの戦いに参加したがドナウ川の橋力防衛戦で負傷しフランス軍の捕虜となる。1809年再びカール大公の指揮下に入りアスペルンの戦いに参加予備軍の騎兵師団の指揮を取った。バグラムの戦いに際してはアーデルクラーの防衛戦で先行を立てた。 1813年にフリードリヒは、騎兵大将に任じられ、ドレスデンの戦いに参加。プラウエンとシュトレーラの中央で軍を率いた。弟グスタフが連隊長を務めていた、ヘッセン・ホンブルク景気兵隊と共に、フリードリヒは予備軍の指揮官として、ライプツヒの戦いに参加し、重傷を負ってしまう。1814年に、フリードリヒはまずディジョン、ついで、リオンを占領し、 南部方面軍の上級司令官となった。1815年、マリアテレジア指揮官十字章を授与される。最終的に、騎兵大将の階級で1819年に、オーストリア軍を退役した。1814年、フリードリヒは、イギリス王室の舞踏会の際に、ジョージ3世の娘である王女エリザベスと知り合う。軽寄兵の軍服を着た、このオーストリア将校を見かけたとき、 エリザベスは、もし彼が独身なら、私が結婚するわ。と言ったとされている。二人は、あらゆる反対を跳ねのけ、1818 18年4月7日に、ロンドンで結婚式を挙げた。互いに相手を認め合い尊敬し合ってはいたが、しかしまの恋愛結婚ではなく互いの利益のためであった。1820年1月、フリードリヒロクセイとして、紅白の地位につく。 夫人の持参金と年金とによって、彼には、ヘッセンホンブルクの財政を立て直すのに、十分な資金力があった。一方のエリザベスは、堅苦しい宮廷マナーから抜け出すことができた。フリードリヒは、英国式の翼やデザインされた農場の建設など、城の様々な改修工事を行った。また、ゴシック式家屋の建築や、バートホンブルク墓地の、聖母書の立て直しも、 彼の死生下に行われた。しかしフリードリヒは1829年に休止し、バートホンブルク城の地下納骨堂に葬られた。白い塔には、古め化されて、後期中世風の鎧を着た、フリードリヒ六世型伯白の石像があり、ケールハイムの解放広間には、記念碑がある。彼の島で、オーストリア第四景気兵連隊は、ヘッセンホンブルク大使の名を冠していた。 ありがとうございます。